ブルネーの歴史では、東南アジア島諸部北部に位置する国、ブルネーの歴史を扱う。現代のブルネー首都バンダルスリブガワンのモスク東南アジア島諸部の全体づくりインランド、ニューギニアに次い面積世界第3位の島、ボルネオ島の名はブルネーに由来する。ハントが最大であった17世紀頃は、ボルネオ島の北東部沿岸部全体を支配していた。現在は、 マレーシア領に囲まれた小国である。まず、ブルネーの歴史を形成した要因について触れる。ブルネーの歴史は、東南アジア島しょ部という地理的な条件に強く依存している。その条件とは、熱帯雨林、世界最大の多島海、大文明の交通路というものである。の条件は、絶対的である。近代に至るまでブルネーを含む東南アジアでは、農業における、 土地生産性は、温帯諸地域に比べ極端に低かった。というのも、熱帯雨林の土壌は、栄養塩類の溶脱が激しいため農地には不向きで、あり、それよりも生産性の低い小規模農耕例えば山岳部の商用樹林地帯における丘カや、小規模な棚田におけるジャポニカ種の水稲栽培、熱帯雨林ではあっても溶脱した栄養塩類が集積する低質地における、 サゴヤシ栽培、生産性が低く何年も継続工作すると自力消耗が起きてしまうが、短期的には森林土壌に森林バイオマスにトラップされた栄養塩類を注ぎ込むことができる焼き畑における芋類栽培といったものが農業の基盤となってきたからである。現代においては人口過剰な東南アジアという像が確立しているが、これは比較的最近になってから、 タイガの河口デルタ地帯でインディカ種の水稲栽培を行う大規模な稲作地帯が開墾されてからの現象である。そのため食料生産基盤が脆弱だった19世紀に至るまでは大陸部のデルタを含む東南アジアは他地域と比べ人口過疎地域だったのである。一方、熱帯雨林は野生生物の多様性が極めて高く熱帯特有の動植物。 特に他の地域に例を見ない、香辛料や薬用植物、高価な工芸用木材などといった、付加価値が高い天然生物資源を産するため、より生物多様性の低い近接した二つの高度文明地帯、すなわちインドと中国を交易対象とした天然資源の採取という形での資源開発は進み、交易を基盤とした王朝や文化が花開いた。は、 熱帯雨林という特性と相まって面的に広がる一円的な領土を持たない国家軍、人を寄せ付けない内陸部と切り離された沿岸同士で相互交流を書いたまま別個に文化、物質を交換するという地域社会のあり方を促進した。例えば、ボルネオ島山岳部には大学人と呼ばれる山岳少数民族が暮らしていたが、 ブルネーの記録には18世紀に至るまで大学人が登場しない。沿岸部と山岳部が全く異なる文化圏に属しており、相互の交流に乏しいことがわかる。の条件が要因となって他た地域との交流が他のどの世界と比べても進んだ。古代から近現代に至るどの時代においても軽工業製品を自国で生産するよりも輸入した方が安かったほどである。 いずれの特性もブルネイの歴史に対し強い影響を与えた。ブルネイと他の東南アジア島諸部諸国との違いも3点にまとめられるだろう。貿易の結節点に位置していない周囲に他の都市国家がなく公私国家間の構想の影響を受けていない19世紀に至るまでヨーロッパ人の搾取の対象となる資源を生み出し得なかったという特徴である。 沿岸貿易の結節点は、島諸部東南アジアに分類される、マレー半島とスマトラ島、さらに焦点を絞れば、マラッカ海峡周辺となる。ブルネーは、マラッカ海峡と中国との間に位置し、中継点とはなっていたが、産物の性質、規模から、結節点とはならなかった。特有の香辛料を大量に産するモルッカ諸島は、ボルネオ島自体を挟んで、 ちょうど裏側の位置となるため、モルッカ諸島獲得の争いともほぼ無関係であり得た。東南アジア島諸部、特にマレー半島、スマトラでは、川が都市の基盤となった。ジャワにおいても古代における内陸部の国家を除けば、やはり河川が都市国家の基盤である。これは、熱帯雨林においては、河川だけが大人口を支える基盤となり得たからである。川のない沿岸部は、 マングローブ林が反茂し、陸と海の境界さえはっきりしない不毛の地であった。内陸部に侵入しようとしても、河川交通以外の手段はなく、ヨーロッパ人による植民地化も沿岸を飛び石伝いに進み、全域が植民地化されるまで300年、実に第一次世界大戦直前に至るまでの期間を必要とした。ブルネーは、 ブルネー湾に注ぎ込むブルネー川の河口に成立した国家だが都市国家を生む条件が周囲に整っておらず、いわば孤立していた。ボルネオ島における現代の狩料を長い歴史時代にわたって川こそが人々の生活を支える交通路農地、狩猟の場であった三番目の特徴はどのような農法を取ったとしてもブルネー周辺ではヨーロッパ人の興味の対象となる。 商品作物を産し得なかったこと、得意な工業、鉱物資源が見つからなかったことを意味している。工業やプランテーション農園のために大量の外国人が導入された他の東南アジア島し部諸国では、マレーシアにおけるマレー人、インド人、中国人のように、創始国の人種分断政策によって独立後も民族融和が進まず、深刻な国内対立が生まれている。 このような問題も、ブルネイとは無関係であった。以上から、島所部を含む東南アジア諸国の中でも、ブルネイは最も安定し、平穏な時が流れた国であるとようやくできるだろう。ブルネイ王朝自らも、東南アジア、さらに世界において最も長く続いた王朝であると、自国の歴史を規定している。少なくとも先住民族の文化、王国が、 いずれも滅んだ東南アジア大陸部はもちろん戦争と侵略に応じて国の位置を変えていった他の東南アジア島し部諸国と比べ特徴のある歴史を持つとは言えるだろう。ブルネイ氏の結節点となったのは16世紀におけるポルトガル・スペインとの関係、19世紀におけるイギリス人のジェームス・ブルックとの交渉と戦闘、第二次世界大戦後のマレーシアとの関係である。 いずれも、ブルネーの勢力圏、半島を絞り込む方向に働いたが、国自体の消滅は免れた。以下では、ボルネオ島を中心とする東南アジア島諸部の自然条件に触れた後、紀元前2万年の過去から、現代に及ぶブルネーと周辺地域の歴史を時代を追って紹介する。東南アジア島諸部は、全域が熱帯に位置し、 寒気が訪れる東部の一部地域を除けば、広大な熱帯雨林がどこまでも続いていた。熱帯雨林は生物の生産性自体は高いものの、大集団の人の生存には適していない。山岳地帯と沿岸部を除けば、地表からはるか数十メートル上空の林間という、人の手の届かない位置でバイオマスが生産されているからである。つまり、東南アジア島部は、 ジャワ島など一部を除いて農業には不向きである。双葉キ科の樹木リプターカーペスリートゥーサズの葉、花、実。ボルネオの低地熱帯雨林は世界で最も多様性に富む。植物賞は1万5000種からなり、1ヘクタールあたり240の種が見られ、特に優勢な種は見当たらない。唯一、双葉キ科の樹木が東南アジアの熱帯雨林全般で優先しており、 特に、ボルネオ島で目立つ。樹幹を形成するのは24メートルから36メートル、最大65メートルに達する双葉が木下の樹木であり、樹幹の80%を占める。最大直径2メートルにもなり、現在では、ラワン材として輸出の対象となる。和名は2つの羽が生えた実をつけることに由来する。実は、 天下は油の原料となるが結日が4年に一度であるため、山岳民族大悪人が利用していたものの産業として確立しにくかった。熱帯雨林は温帯雨林とは全く異なる構造を持つ。一つの林が高さによって山層に分かれ、最上層は双葉柿を主とし、他に豆科の植物が見られる。幹に枝がなく、 先端部にのみ葉が見られることが特徴である。地上30メートルから70メートルに広がる。中間層は、クスノキか、ブナかなどの樹木からなり、20メートルから30メートルの範囲を占める。互いの樹木の先端部、すなわち樹幹が接触し、互いに覆いかぶさっているため、地上からは上空が一切見通せない。下層部は、東大草か、クワかの樹木からなり、 10メートル前後である。現代のブルネーにおいてもブルネーウルテンブロン、国立公園に高さ80メートルに達する樹木の間を吊り橋で歩いて見学するキャノピーウォークウェイが設置されている。このような森林がボルネオ島全域、東南アジア島諸部の大部分を覆っていた。日照がなく、常に湿度が100%近いため、人の生存には向かない。 さらに落葉や倒木などはすぐに白アリを主体とした分解者によって消費されてしまうため土壌には腐食質が蓄積しない。さらに熱と水の影響を受け酸化アルミニウムと酸化鉄以外の高成分が速やかに溶脱してしまうために土壌は非常に痩せている。温帯林では生態系を支える栄養塩類のかなりの部分が土壌に保持されているが 熱帯雨林の森林生態系を支える栄養塩類は土壌にではなく速やかに樹木やその林間部に発達した着生植物群落によって回収されてしまい、そのバイオマスとして保持されている。したがって、焼き畑などで農地を開いても主たる栄養塩類保持装置たる森林バイオマスを破壊してしまうため、開墾地の土壌は速やかに消耗し、最大2年にしか農地として利用できない。 無理して、営農を続けると妨害植生の血がや草原となって、不毛の土地になってしまうため、短期の営農を得た後は速やかに放棄して、自然の繊維に任せて、森林の再生を待たなければならない。熱帯雨林は、平地から標高千メートル以上の山地に至るまで、広く分布している。ところが低湿地に至ると、熱帯雨林が湿地林に置き換わる。スワンプフォレストは、 受高が低く、一層のみから形成されているため、日光も届く。しかしながら、過失による酸欠などの腐食質の分解を妨げる、条件によって、冷胆の形成が一様に進み、土壌が形成されない。このため、湿地林を切り開いたとしても、すぐに地表が沈み始め、沼のようになってしまう。たとえ森土をしても1年間で、数メートルも沈下してしまう。 沿岸部に至ると、もう一度森林の様相が変化する。寄水域に広がるマングローブ林に置き換わるからである。マングローブ林においては、干潮時、満潮時において、海岸線の位置が数キロメートル、スマトラ島に至っては10キロメートル以上も変化する。つまり、海岸線の位置が定まっていない。マングローブ林の土壌は、マングローブの根が分泌する、根産のため、 強い賛成となっている。したがって、焼き綿にも向かず、農業にとっては不毛の地であった。20世紀に至って、養魚産業が確立するまでは、マングローブ林は常に放置されてきた。以上から、東南アジア島諸部においては、河川沿いに狭い農地を形成する山岳地の沢に不安定な田畑を開く、口述するサゴヤシのような熱帯特有の樹木を育てる以外に、 澱粉質摂取を目的とした農業が維持できないことがわかる。ニア洞窟入り口から外界を眺め上げたところ、炎人、原人、旧人、新人という初期人類から、現世人類への分類に従うと、東南アジア島諸部における最初の人類は1891年に、オランダ人、ウジェーヌ・ディボアが発見したジャワ原人だと言える。ジャワ原人は、 東南アジア人の祖先でないばかりか、原生人類の祖先でもない。しかしながら、氷河が発達した更新世において、東南アジア島諸部が人類の生存に適していたことが理解できる。当時は氷床の発達により海水面が最大150メートル低下していたため、東南アジア島諸部は大陸部とつながっており、ボルネオ島に至るまで大陸が伸びていた。これを、 スンダランドと呼ぶ。ボルネオ島と東隣のスラワイ市の間を南北に走るマカスサル海峡は深く、当時も海峡として存在した。このため動植物の分布が東西で異なり、ウォーレス線として知られる。求人の分布は地中海世界と中部ヨーロッパに限られており、東南アジアでは相当する人類は見られない。東南アジアの戦士時代、つまり、 旧石器時代から鉄器時代にかけては大陸部、特にベトナム北部を中心に進展した。最初期のホアビン文化は紀元前1万年前頃から紀元前5000年頃まで継続した。旧石器時代に属し土器は見られない。チョッパー、極部魔性石器、スマトラリスなどの打製石器が中心であった。ホアビン文化の範囲は広くベトナム北部から 現在のビルマを除くインドシナ、マレー半島全域、スマトラ島北部の一部に至った。ホアビン文化は混載農耕文化であったことがわかっている。ホアビン文化を引き継いだのがベトナム北部にのみ見られるバクソン文化である。土器はタイ北部において紀元前4000年前から直後に彩色期土器も発見されている。青銅器を用いたのは 紀元前1000年から西暦300年頃まで継続したドンソン文化である。ベトナム北部から現在のビルマを除くインドシナ、マレー半島全域、南西岸を除くスマトラ島全域、ティモール島を含む小スンナレ島全域、スラウェシ島全域、ボルネオ島南岸において中央部がくびれた円筒形の青銅器、さらに鉄器が見つかっている。以上のように、 東南アジア島初部の戦死時代は、マレー半島、大スンダ列島、小スンダ列島を中心とした大陸系の文化の影響を強く受けていたことがわかる。しかしながら、南部を除いたボルネオ島主要部、フィリピンは独自の発展を続けた。ブルネイの周辺領域における最も重要な遺跡は、現在のブルネイから南西へ約1 0 0トル離れた現在のマレーシア、 サラワク州に位置する小乳道ニア洞窟、ボルネオ北端のマレーシアサバ州の近海遺跡、マダイ洞窟、フィリピン本国からボルネオ島へ直線上に伸びるパラワン島中央部の多本洞窟である。いわゆる洞窟遺跡、岩陰遺跡が目立つ。ニア洞窟は、紀元前4万年から西暦700年という長い期間にわたって利用された遺跡であり、個人骨も発見されている。 海岸から1 6キロメートル離れた石灰岩の丘に位置し、正面の河川から3 1メートルもの位置に開口部がある。ボルネオの山岳河川は最大5メートル以上も増水するため、この位置関係は住居として好ましい。開口部は幅2 4 4メートル、高さ6 1メートルもあるため、洞窟というより大ホールとでも言うべき規模である。 紀元前4万年からは、新人の頭骨と小型の白変石器、チョッパー、骨製の戦闘機が、同3万年からは、骨製の戦闘機が大量に出土した。紀元前1万5千年前に至ると、屈装、座装、収骨埋葬など様々な形式の埋葬跡が見つかるようになり、同1万3千年から1万年前の層からは、魔性石符が、 同6000年から4000年円筒形石符が見つかった。土器や木管、方角石符が見つかるのは紀元前2500年前の時点である。埋葬様式も新天層に変化している。金属器が見つかったのは紀元前250年の青銅器、西暦700年の鉄器である。この時同時に中国製のガラス玉と陶磁器も出土している。金遺跡は 紀元前2万8000年頃、火山の噴火により出現した石と目湖、菌火ユ湖の湖畔、もしくは湖内の島に形成された遺跡である。1万2000年前までの遺物が見つかる。石器は口述するた、盆遺跡と似ているが、多盆遺跡には出土しない両面加工石器やナイフのように加工された石器が見つかっている。その直後、マダイ洞窟遺跡から石器が見つかるようになる。 人部に植物の切断による光沢が残った石器が登場する。いずれも解散の貝、炭水性の貝が主要な食料であった。多本洞窟は炭素14による放射性年代測定によると3万年前から9000年前に至る異物が残っている。全期間を通じて出土するのは不定形の白片石器が中心であり、 時代が下るにつれて小型化する傾向にある。大陸部の白変石器とは異なり、形状は不定型であり、細部の加工が見られるものは10%以下である。動植物体の異物としては、コウモリの骨が中心であり、大型哺乳類の骨はほとんど見つからない。さらに海岸から 30km 離れていることもあり、海産の貝も見当たらない。以上のように、ボルネオ、 フィリピン西部においては、大陸部とは異なる段階で、戦死時代が形成された。ニア洞窟の青銅器、鉄器は、中国との何らかの交易によるものとされている。ドンソン文化による、銅庫も一点だけではあるが、ボルネオ島最北部から発見されている。ドンソン文化とボルネオの関係は、未解明である。銅庫以外に、はっきりドンソン文化の影響が見られるのは、船である。 船といっても乗船するためのものではなく、葬儀に用いる死者の船、そして、聖動機に描かれる記号である。空を飛ぶためなのか、船は鳥と関連付けられており、鳥の頭と共に描かれる。現代のブルネーの人口のうち4%が先住民族である。最有力の先住民族が大躍人である。大悪人の伝統的な葬儀では、鳥の頭と尾葉がついた。 船を棺として用いる。もう一点未解明なのが新石器文化、ラピタ文化とボルネオの関係である。ラピタ文化は台湾、もしくは中国大陸に起源があると考えられている。その後、フィリピンで展開し、紀元前1500年頃にニューギニア島へ、さらに紀元前850年にはポリネシアのトンがサモアにまで伝わっている。ラピタ文化の担い手となる人々は、 公開術に優れ、ラピタカワラが異物として重要である。ボルネオ島からもラピタカワラに分類できそうな異物が見つかってはいるが未解明である。紀元前1万年頃、長江中流、下流域で起こった稲作は、ドンソン文化のように、マレー半島経由で伝わったのではなく、台湾、フィリピン、小寸ダ列島という経路をたどった。東南アジア島部に至ったのは、 紀元前2000年前後である。稲作文化は東南アジアの伝統ではあるが、平原に広がる広大な田園という風景が当たり前になったのは18世紀以降である。稲作はまずおかぼという形で始まった。自然条件の不死で解説したように、平地はどのようなものであっても農業に向かない。そこで焼き畑の一部として稲作が導入された。 焼き畑の1年目に雑穀と稲を区別せずに栽培し、2年目に根菜を植え、収穫後放棄するという農法である。東南アジア諸国は、香水量、香水の分布、土壌、地形などにより、佐々木孔明によると8つ、高谷孔子によると7つの工作区に分かれる。これは、でんぷん出現となる作物が、岡棒、水糖、水田、佐賀屋市、雑穀、芋など、 どの農法、作物に依存しているかによった分類である。ブルネーの位置するボルネオ島の約半分の土地はセレベス島やモルッカ諸島と合わせてサゴ区に分類されている。これは炭水化物摂取量のうち、サゴヤ市、マトロキシロンサゴの占める割合が数割に達していることを意味する。サゴヤ市は、例えば日本の南部で見られる、ラシ植物の素鉄に外見が類似し、 同様に幹からデンプンが採取できるが、皮脂植物のヤシカの植物である。植えてから16年、条件の良い場合は10年経過すると開花と結実に備えて直径 60cm、高さ 15m の幹を形成し、ここにほぼ100%のデンプンを大量に蓄え、このすべてを繁殖に継ぎ込み、種子を残して枯死する。これを開花前のデンプン量が、 最大になった時点で伐採し、地域によっても異なるが、長さ6 0トルごとに切断する。幹の皮は数センチメートルしかなく、内部は繊維質によって保持された澱粉質の髄からなる。これを長なでほぐしながら、水で洗い流し、網などを通して繊維質を取り除き、最後に沈殿させる。このようにして一本あたり、 水を含んだ重量ではあるが 150kg もの添粉質が得られる。サゴヤシ農法の利点は、作業手順を見ればわかる通り、最も労働力がかからずに、大量の添粉を生産できる農法であるとされている、ことである。低炭土壌で栽培でき、栽培によって土壌が劣化することもない。熱帯雨林沿岸部に最も適した作物だと言える。祖鉄などとは異なり、 組織に毒性のある物質も含まれていないため必要に水晒しをせずに済む。サゴヤシの問題点は、ほぼ100%のデンプン質しか得られないことであり、米のように良質のアミノ酸素性のタンパク質を含まず、味もタンパクであるため、それを補う副食を必要とする。その一方で、デンプン採取に使う水に由来すると言われるが、サゴデンプンには鉄分が多く含まれ、 これを主食とする住民には、鉄欠防性の貧血が少ないことも報告されている。長羅町の半島沿岸部の河川域を中心とした、小規模な港が、他の文明世界といつ頃から交流し始めたのか、最初期の記録、西側から見た記録は、西暦60年から70年頃に記された、エルトラー海案内記に見られる。エルトラー海とは、ギリシャ人が、航海、 ペルシャ湾、インド洋を合わせた海域を呼ぶ用語である。エルトラー海岸内域には、ローマ人が、古障の産地として、非常な関心を抱いていた南インドを中心として、描かれている。アレキサンドリア、航海、ペルシャ湾、インドという航路は、紀元前1世紀から利用されていた。インド南部から左に陸地を見て進んでいくと、ガンゲースに至り、さらに進むと、クルセイと呼ばれる島が、 さらに北に進むと、ティーナに到達するとある。したがって、ギリシャ側からは、インドと中国を結ぶ航路が認識されていた。中国側からは、五感の半個、半章によって記された全館について記した、感情の、チリ史に中国とインドの貿易について記述がある。貿易品目には、インド、中国のいずれも算出しない、異などが見られることから、紀元前には、 東南アジア諸国が貿易に参加していたことがわかる。当時の貿易路は両端ではローマと男を結んでいたが、両者の直接的な貿易交渉はほとんどなかった。貿易の中心点はインドであり、インドの産物を西のローマと東の男が輸入し、代わりに金を輸出していた。貿易が盛んになるとインド人商人自らが船を仕立て、東南アジア島諸部、 特に、マレー半島に来航するようになった。インド人は金を求めて、マレー半島側は、鉄器と鉄材が必要だった。こうして、港を管理する主張、王の権威が確立されていき、港を中心とした都市国家、講師が成立していった。領所の海南伝によると、領所が記された6世紀にはすでに講師が成立して40、404年とあり、西暦2世紀には、 孔子が開かれていたことがわかる。さらに貿易関係が強固になると、孔子側に居住し、商品だけを送り出す、インド人商人も現れた。当時のインドでは、ビシュヌ信仰を中心としたヒンドゥー教、仏教が信じられていたため、主張の中には、インドの宗教に従う者も,もいた。4世紀から5世紀頃、インドで、 チャンドラグップタ一世が開いたグップタ朝が影響力を拡大して行った。グップタ文化のうち、サンスクリット語、デーバナーガリー文字、バラモン教、装飾品や衣服が特に東南アジア東諸部に強い影響を与えた。現代に至っても漢字文化を持続させた、ベトナムなどを除き、東南アジア諸国の文字はデーバナーガリー文字に由来する。ルネの歴史家エルスフリは、 現代においてもブルネージンが行為を表す称号、石碑に記す文字にサンスクリット語を由来を意識せずに使うという。例えば、ペンギランセチアネガラやペンギランプテラネガラといった称号がサンスクリット語に由来するという。現代のインド、中国、東南アジアの位置関係国家の名称や範囲は異なるが、中印貿易における位置関係は当時と同じである。 東南アジア諸国の第一の貿易相手国は中国である。中国の王朝との貿易を進めるためにはまず皇帝の権威を承認する兆候が必要となる。ブルネイの兆候については971年に当時の僧に対して行った記録が残っている。当時のブルネイの情勢は南宋大の書物、諸茂氏に没泥国として記録されている。 書士ゲル氏自体は13世紀の朝の手によるが、朝本人が諸外国を旅したのではなく、前世紀から集まっていた記録を利用している。書士ゲル氏官上には、東南アジア諸国を中心に、諸国の情勢が記録されている。和国も見える。それぞれの国の位置関係、皇帝に基づいた距離、生活習慣、農業や宗教についてまとめたものだ。巻下は、 志差物と題して、主な貿易品目について解説がある。農士や入港、もつ薬など、植物性の香量に関する記事が大半を占める。ブルネーの位置については、ボツドロザイ泉の東南佐、トバー45日程都市、ジャワから45日、サッサンブズ、キ4 0日程、シリービジャヤから40日とある。国の規模については、その国も、 いたため上場中海民1万4人諸島14州都市、大都の人口が1万人であって、14州を治めていた、つまり、漁村などというものではなく、都市国家として成立していたことが読み取れる。ブルネーは、穏やかな南シナ海に面し、湾内に河口を持つという良好たる条件を満たしていた。植民地化を目指して、東南アジアに最初に到達したヨーロッパ人は、 ポルトガル人である。ポルトガルはアフリカ大陸各地に寄港地を作りながら、1498年、インドのカリカットに到達、インドより先に、さらに貿易路があることを確認すると、香辛料の産地に向かって、拠点を伸ばしていった。1510年、アホンソでアルブケルケは、インドのコアを占領。アルブケルケは1511年マラッカ王国が、 支配していた港を占領する。当時の公使都市は拠点としていた港が落ちると国ごと他の拠点に移動していたためマラッカ王国も移動する。イスラム商人はマラッカ以外の貿易港を求めブルネイに至った。1512年にフェルディナンド・マゼラン遠征隊が寄港。1542年と1550年にリゴールとアユタヤ王朝に貿易船を派遣した記録が 残っている。フィリピン社会はバランガイという家族集団の集まったものが単位となって構成されていた。バランガイは台湾など他の地域からフィリピン諸島に移住してきた移民船を単位にした集団だと考えられている。フィリピンにはバランガイよりも上位の社会集団がなく王や国家などは存在していなかった。特に大きなバランガイを収める主張が存在していただけである。 そこに1521年、太平洋を横断し、東からやってきたスペイン艦隊の超フェルディナンド・マゼランが、ビサヤ諸島に到着する。ビサヤ島、リマサワ島、セブ島が従ったが、マクタン島の英雄ラプラプは、植民地下の先兵マゼランを倒し、スペイン人を跳ねのけた。リーダーを失ったマゼラン艦隊が次に帰港したのが、ブルネーである。1521年、 ブルネー湾にマゼラン艦隊が入港。ブルネーは講師都市であるため、マゼラン艦隊とも取引を行う。艦隊側では、ブルネーの情勢を調査し、湾内に2万5千個の水上家屋があることを確認している。ほとんどがイスラム教徒であり、王族だけは陸上に木を構えていたことも記録に残している。この頃、ブルネー以外のボルネオ島諸都市が、 イスラム化したと考えられている。1526年、今度はマラッカから東に進むポルトガル人がブルネイに至った。ポルトガル人の目的はモルッカ諸島にあったが、マラッカからジャワ、ボルネオ間を進むと、イスラム教徒の船舶が多くわざわざ北から回り込むことを考えていた。中国大陸マカオへの中継地点としても活用した。ブルネイの運命を決めたのがスペイン。 ポルトガルとの関係である。ブルネー王室はイスラム教徒だったマニラの主張と隕石関係にあり、同盟も結んでいた。もちろん、貿易関係も重視していた。ところが、1564年、フェリーペ2世の命令により、スペインのフィリピン遠征隊が組織されてしまう。隊を率いていたのは、ヌエバエスパニャ副王領下で、メキシコ市長を務めた。 スペイン生まれの貴族ミゲル・ロペスでレガスピであった。レガスピ隊は4隻のホブネと380名の部下を率いて太平洋を横断。途中1隻が離脱したものの1565年2月にはビサヤ諸島へ到着した。まず2ヶ月を要してフィリピン中央南部のセブ島に植民地を建設し、セブ植民地を拠点に周辺の島々を侵略していく。 1567年メキシコから増派を受ける。ブルネーブネはレガスピタイと何度も海戦を交えた。ブルネーがポルトガルと同盟を結ぶことはなかったが、スペイン側の攻撃は分散された。1568年ポルトガルはセブ港を攻め、レガスピタイはネグロス島を挟んで北西に位置するパナイ島に逃れた。1570年、レガスピタイは北に向かって、 島伝いに占領を続ける。マニラが貿易都市として有力であることを発見すると、マニラの王を騙し、マニラを落とすと、パナイ島に戻った。マニラに植民都市を建設したのはようやく1571年だったが、ブルネー側もフィリピン海域の拠点を次々に失い、貿易から締め出されてしまう。さらに1578年、ブルネーのビサヤ諸島に対する権利をすべて譲ることを、 認めさせる。北ボルネオの一部も失った。1580年、ヨーロッパにおいて、スペインのフェリペ2世がポルトガルを、併合、もはや、ブルネーを助ける勢力は残っていなかった。マニラの植民地確立に忙しいスペインはそれ以上、ボルネオを追撃しなかった。1582年のスペインとワコートの戦闘の後、ブルネーは、最後の反撃に出る。 1587年、マニラ周辺の主張は、マニラ港を訪れていた日本船と同盟を結び、スペインに戦いを挑む。ブルネーは背後から資金を援助した。しかし、スペイン勢力を後退させることはできなかった。同年、ブルネーは寄港したポルトガル船に同乗していたスペイン人、神父二人を殺害した。スペインは、 1565年に始まったメキシコ・フィリピン、中国を結ぶガレオン貿易を軌道に乗せると有望な資源のないブルネイに再び興味を示すことはなかった。メキシコが産する膨大な銀の約半数は中国に渡り中国から絹織物を購入することで利益を獲得できたからである。資源のないフィリピンは中継点としてのみ機能した。 1599年にブルネイとスペインの間に和平が成立した。一方、1640年にスペインから独立したポルトガルもモルッカ諸島の手前、スラウェシ島南西部の港湾都市マカッサルを占拠。モルッカマカッサルマラッカコアという東から西を結ぶ最短経路を結ぶ貿易路を確立し、北に大きくそれたブルネイに対する興味を失っていく。 ブルネーは、ヨーロッパ世界からの最初の侵略を逃れることができた、反面、主要な貿易相手を失い、次第に衰えていった。1596年、第三の勢力、オランダ人がジャワに到達した。ポルトガル人も高信量貿易を独占しようとしたが、貿易拠点の支配で満足した彼らと異なり、オランダ人は、栽培地に至るまで占拠して面的に支配地を拡大し、 幸い地を監視し、香辛料を生み出す樹木が持ち出されないよう、さらに、幸い区域外ではカメを発見した場合は、有無を言わさず焼き払った。1605年にアンボイナ占領し、1619年、最大公使だったジャワに総督を置き、バタビアを建設する。1621年、バンダ島民を虐殺。1623年、 進出してきた第四の勢力イギリスの召喚を襲い、やはり虐殺した。イギリスは150年以上、東南アジア島諸部の植民地下から排除された。1641年にはポルトガルからマラッカを奪い、北に向かっては1623年に、ポンフュー諸島、1624年から1661年にかけて台湾を占領し、 東南アジア東諸部はフィリピンを抑えたスペイン、東部に押しやられたポルトガルを除き、オランダ以外の勢力が拡大する可能性がなくなった。オランダが支配する地域は、ごくわずかな点に過ぎず、大部分の土地は、オランダ人は愚か、元々の都市国家の支配も受けない無人の地ではあったが、オランダの拡張は、この後非常にゆっくりとした店舗で進んでいく。1699年に、 ジャワにコーヒーを持ち込み、貿易で高い利潤を上げることに成功。1758年、オランダはようやくジャワ島の植民地化を完了。しかしながら、オランダ東インド会社は、本国政府の監督下にはなく、経営状態は未公開であり、経営人の私物化が著しかった。このため、独占的に輸出できる商品作物があったにもかかわらず、収支は、 大幅な赤字となっていた。ナポレオンにより、オランダに共和政府が誕生すると、真っ先に旧体依然としたオランダ領東インド会社が槍玉に上がる。1799年には会社が解散させられてしまった。会社に代わり、植民地政府が成立すると、植民地自体で財政を黒字化することを求められた。このため、 最終的に強制栽培制度に至る現地の主張を間接的に利用した支配を固めていく。オランダは利益が上がる地域から主張間の紛争や後継者争いに乗じてじわじわと勢力範囲を伸ばしていった。オランダの戦力は地元の主張の戦力の合計より少ないことも多く間接的な方法を使う必要があったからだ。1848年、ようやく バリ島を征服。1849年、チモール島をポルトガルとの間で分割。1872年、スマトラ島の征服をほぼ完了し、イギリスと不干渉条約を結ぶ。1873年から1904年、最後まで抵抗していた、スマトラ島最北部のアチェ王国を攻略する。同年、オランダ領東、インドが成立した。 オランダは利益につながらない占領には興味がなく、他に競合するヨーロッパ諸国もなかったため、ボルネオ島の占領、開発に乗り出すことはなかった。マライ半島植民地下の状況1786年、イギリスはマレー半島の西岸、シャムの影響力が強かったペナン島の領有に成功する。マラッカ海峡の最北部にあたり、オランダからは脅威とみなされなかった。 フランスとの戦争に乗じて1811年から1816年にかけてジャワを占領したが、イギリス政府は短期的な利益の見込めないジャワをオランダに返還することに同意。行政官のラッフルズはジャワ返還に反対したが、職王辞す結果につながった。ラッフルズはマラッカ海峡にイギリスが食い込む方法を研究、現地視察を重ねる。 1819年、ジョホール海峡の南に広がる森林地帯、シンガポールを開発すれば、良好になり得ることを見抜く。現地市長との交渉により、シンガポール領有に成功した。その後、市長単位、公私単位に粘り強い交渉を重ね、市長に高額の年金など、一見有利な条件を見せて、保護国家を進めていく。鈴鉱山へ、中国人、コム農園に、 インド人を大量に導入し、人種ごとに法律や税金を変えるなど、人種間の争いが進む方向に誘導し、イギリス支配に対する反発をそらすことに成功した。イギリスはオランダとの条約により、マレー半島と無価値と思われていたボルネオ島北部に関する権利を獲得している。しかしながら、イギリスとしてもボルネオ北部の開発に乗り出す積極的な理由はなかった。 ここで当時はブルネーの領土だったサラワク2839年に現れた探検家ジェームズ・ブルックが頭角を表す。彼はシンガポールを発見したラフ,フルズに憧れ、自ら植民地を開きたいと考えていた。ブルネー側は19世中盤における大悪人の北へ海岸線へと向かう動きに悩まされていた。大悪人はそれまで外界と接した経験がなかった。 ためか、奇妙な戦闘集団を結成、人の頭骨を集め始めた。ブルネー市長は、大役人との戦闘を恐れ、ブルックに戦いを任せる。ブルックは、沿岸地域に居住していた大役人と手を結び、イギリス人の戦死者を一人に抑え、勝利する。ブルネー王から番号の称号を与えられたブルックは、サラワク王国を立てた。しかしながら、ブルックには、 領土拡大の意志があり、ブルネーは度重なる戦闘で国土の大部分を失ってしまう。1867年にジェームズ・ブルックが亡くなると2代目のチャールズ・ブルックが後を継ぐ。1943年発行のボルネオ島の地図。現在のブルネーにあたる地域はブルネー州と表記されている。第二次世界大戦が始まり、この地を支配していたイギリスを 日本軍が排除した結果、1942年により、日本の戦時統治が始まり、ブルネー県が設置される。この統治中、木村剛がブルネー県知事として着任した。木村は、約1年の在任期間中、軍部の反対を抑えて、多くのインフラ設備と公共設備投資をし、後のブルネーの経済発展をさせた。また、後に、首狩り族とブルネイで恐れられ、 日本軍にも抵抗し、ブルネー国王のアマドタジュリンも全滅を考えていた、イバン族を必死に説得して協力させ、ブルネーの発展に作業させた。この当時、木村の助手を務めていたのが、アマドタジュリンの弟のオマルアリサイフリン三世であり、終戦後、国王に即位した、彼が木村を招待したというエピソードもある。なお、ブルネー皇は軍皇としても機能し、 日本海軍連合艦隊の主力が停泊したこともあった。有名なところでは、1944年の冷凍機械戦における栗田艦隊はブルネイから出撃した。1945年8月15日の終戦まで、日本軍の勢力下に置かれたが、敗戦により順次撤退、この統治は終わった。ブルネイの国王グラハム・サンダー、A History of Brunei。 オックスフォードユニバーシティプレス、1994、ISBN070071698、X 一般に入手できる、唯一のブルネー通詞を扱った書籍だと考えられる。ベトナム、ホワビン賞の洞窟、岩陰遺跡から名付けられた文化歴の片面のみを、加工して、楕円型に仕上げた石器、ブルネー王に招かれて、 http://kansai.me/stdym/ww2nd/brn-hudoki0.html 二零一四年十一月一日閲覧。奇跡体験アンビリバボー二千十六年一月二日放送。ありがとうございます。